まさかの翔平 TV がゴルフチャンネル開設。そんなことあります？あります？ないですね。横には野球スペースがありますね。今回は埼玉県狭山市にあります謎の室内練習場をご紹介します。ここが今後翔平 TV 大井チャンネルのホームとなるかもしれません。はい、お疲れ様です。ひろとです。はい、お願いします。お願いします。というわけで本日は、はい、埼玉県狭山市にある謎のね室内練習場があるということで、はい、やってきました。秘密基地みたいな。はい、で今回はね、翔平 TV の、 ドライバーの映画のご紹介で狭山スポーツ整体院という、うん、まあ、肩の治療を僕行ってるんですけど、今行かしてもらってて、そう、行かしてもらってて、はい、そこの同じグループでゴルフ練習場がありまして、そこにね、一角に野球できるこの人工芝を作ったと聞きまして、うん、もうすぐにやってきました僕ら、はい。なので今回はどういう室内練習場なのか、まずちょっとこの野球できるこのスペースを借りてちょっとキャッチボールしていきます。おー、この人工芝とかもやっぱ下とかね、どういう感じなのかなっていうところ、こだわってるんで、はい、多分めちゃくちゃいいと思います。はい、先に言うね。めちゃいいなんですか。この僕らの地元にこういう室内練習場なかったので、なかったですよね。今回はキャッチボールしていきます。はい、でノックもしていきます。それでは行きましょう。ゴー。じゃあまずこちらでね、キャッチボールしていきます。というわけでまずはキャッチボールを行っていきます。スペースとしては、まあ、4人で、まあ、2列でキャッチボールできるぐらいではありますね、縦はね。で、キャッチャーの少し後ろぐらいからマウンドのまでぐらいかな、マウンドから後ろ1メートルぐらいで壁って感じですね、黒い壁って感じですね。マウンドからこちらに投げる場合、すごくね見やすいんですよね。あの背景が黒なんで白いボールがすごい見やすいので、すごい投げやすいです。そして今映像では映ってないんですけど、翔平 TV がこちらの室内練習場に、T ネットを寄付させていただきました。ぜひとも利用しちゃってください。そしてこの撮影をした後にですね、マウンドと L 字ネットが、設置されたということで、まあ普通にピッチングもできますし、まあ、バッティング練習もできるので安全にできるかなと思います。バッティングで使えるね、あのボールなんですけど、軟式とソフトボールは多分大丈夫ということなんですけど、公式はねちょっとネットがね、もうちょっとね設置をしてからじゃないと厳しいかなっていうところなので、公式はバッティングできないですけど、僕の T ネットを使って公式はね、バッティング練習してほしいなと思います。はい、室内練習場を使ってねキャッチボールしてるんですけど、変化球を投げたりね、いろいろやってました。だいぶね喋りすぎたんですけど、続いてはノックですね。ノックもどんな感じかなってことでね、軽く受けさせてもらってますが、今後翔平 TV や大井チャンネルではこちらで撮影することすごい増えますんで、もしよければね練習で使ってみてほしいと思います。そしてこちらの ST ゴルフ&ベースボールさんのホームページやインスタグラムありますんで、動画の概要欄貼っておきます。そしてこちらのね料金なんですけど、1時間3500円で、2時間使うと7000円、で3時間単位になりますと500円引かれて1万円となります。なので複数で使うとすごく安くなりますんで、しかもね環境もいいのでね、はい、使ってみてください。連絡先とか、まあ、その辺もね一緒に動画の概要欄貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。そしてこちらの室内練習の外にはゴルフ練習場もありますので、そちら興味ある方はそちらも行ってみてほしいなと思います。で今ねノックしてますけど、バッティングの方は公式ちょっと厳しいんですけど、ノックだったらね全然公式でも OK らしいので、公式の練習したい方はぜひともやってみてほしいなと思います。本当にねこういう環境なかったんで、本当にね狭山入間周辺にねこういうとこできてすごい嬉しいと思いました。はい、狭山市のね広瀬台の方にありますので、チェックよろしくお願いします。はい、というわけでやってきましたけど、はい、あ、やっぱこの芝がとても投げやすい、柔らかく気持ちいいです。柔らかくて投げやすい、はい、これ施設も本当に素晴らしいですよ。素晴らしい。しかも超見やすい壁、かなり黒いから、こっちからこう投げるんですけど、すげえ見やすい。すごい見やすい。うん。というわけで今回ですね、ご紹介いただきました富田さん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ここはいつできたんですか。今年の1月ですね。1月でできたんですか。2022年1月です。マジっすか。はい、この室内とゴルフ練習場あると思うんですけど、ゴルフ練習場に関してはチラシがあると思うんで、はい、それを見てもらって、まあ、使えると思うんですけど、ここはどういう感じですか。
して使わせて、基本的には時間貸し、時間貸しの部分と、あと投球のレッスンだったり、これもやっていこうかな。あ、なるほど、はい、じゃあ狭山スポーツ整体院さんのグループなので、はい、その治療をしている方がこっちに来て、はい、そうですね、こう改善とかする感じ、はいはい、実際にボール投げれるんで、はいはいはい、やっぱりこの辺本当にグラウンドはありますけど室内練習はないので、ちょっとなかったですよ。ここは貴重な場所、多分視聴者の方多分使うと思うんですけど、よろしくお願いします、はい、で連絡先は、はい、LINE、はい、の方と、あと電話番号、電話番号あります、はい、分かりました。そちらはじゃあ動画の概要欄に貼らせてもらいますので、はい、ぜひとも、使ってみていかがでしょうか。はい、本日はね、狭山市にあります室内練習場のご紹介でした。はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。